で、吹っ込みたとはということで、はい、まあ、こんな感じで、今回で4回目を迎えております。もうこう語り合いたいとか話を聞きたいといった、お声をこういただいております。なので、もっと身近でカジュアルということで、でもまあ情熱を込めて話し合える場所ということで、このフットミートアップを4回目重ねております。第一原発はここ、第二原発はここにあります。で、ピンク、黄色、緑で色分けがされてるんですけれども、ここのピンクの場所はですね、年間 その放射線値がめちゃくちゃ高い。で、国が今20ミリシーベルトっていうふうに決めてるんですけれども、それをもう超えてます。実際具体的に一番最初に東京でこうイベントというか形をちゃんと作ったのはどういった内容のイベントをされたんですか？まあ、サイトでも紹介してるんで後でまた見ていただければと思うんですけれども、その中でですね、まあ、これの仕組みなんですけれどもね、僕たち自身は避難者の方、この暮らしを応援しようボランティアにですね、まあ、皆さんやったことない方多いんです。ヘルスリテラシーを向上させようという目的で、まあ、ヘルセイドっていうですね、活動を始めたわけです。次お願いします。で、先ほど言った、まあ、人数が5万4000人基本的にまだまだ6万9000人宮城福島も入れて全国の人たちが県外に借りちゃってますということなんです。そのうち福島の人は5万4000人いますよ。で、まあ、先ほど言いましたようにこの3つの区域に分かれてて、帰れない区域っていうのがやっぱり一番大変なわけです。はい、あとですね、あんこうの肝絵、あんこうの肝絵もご用意してます。では、お言葉にありました福島の人の復興を願いまして乾杯。乾杯。全然知らないこととか、何が問題になってるかっていうのが全然分かってないなと思ってて、だからこういう場に来て、なんか何が本当に問題になってるかとか考えたり、どうしたらいいかなって、こうここにいる人と話したりっていうのをもっと定期的に続けていきたいなと思って。